の衆、こんにちはじゃ。こんにちは。まあ、ちいと声出るじゃろう。小さなお子の声しか聞こえんな。俺、大人はどうした？さあ、みなみなで声を出すぞ。ニナの衆、こんにちはじゃ。こんにちは。はい、ありがとうさんじゃ。さあ、これよりは我ら名古屋おもてなし武将隊の演武じゃ。その前にな、ちいと聞いてほしいことがある。俺とシーエ。あ、さあ、みなの衆、周りに小さなお子がおる場合はその家族ごと前に出してやってほしいという願いじゃ。さあ、今な、人影の中に隠れておる。そこのワッパよ、前に出てきてえぞ。一番後ろを向いてしまったお主じゃ。年家が行くとどうしても怖がってしまうじゃな。これはわし秀吉は怖くないぞ。前へ来や。これこれ、もしよかったら座ってもらえし、そして中に紛れた南のお前に出てきて悩むじゃ。ありがとうな。ああ、片付けのござる。さあ、前に来てわし猿を見てちょうよ。これこれ。さあ、他にものこちら側にもおるじゃろ。周りに子供がおったらな、家族ごと出してやるのじゃな。ええか、そちらではな、肩車をしておる父上を見かけるが、肩が凝るぞ。あ、なことじゃな。この後な、15分ばかな、この熱波がござる。かゆいな、ぜひとも周りの者が前に出してやるとよい。よいか、子供が見える位置を皆で作るのじゃ。そしてその場所は家族ごと出してやる場所といたしたい。さあ、そのワッパたちも前に出てくるか。よいか、うん、周りの者が動いてやるのじゃ。さあ、では殿下、今ね、後ろもうよきようにございます。分かった。バレた。さあ、では続いて家康殿。さあ、続いては今立っておる者たちよ、前から順に座るのじゃ。どうしても人垣ができてはな、皆が見られん外部にの、なるべく前から順に座るのじゃ。すまぬが、腰掛けとる者たちももう少しばか下がってくれるかの。さすれば前に場所ができる。そこにな、皆座れる者は座る。どうしても立っておりたい者は一番後ろに下がるのじゃ。それ以外の者たちは皆座ってくれるかの。なるべく多くの者たちとな、共に良き環境のもとで我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞を届けてもらいたい。同時にこの人たちの向かって左手じゃな、向かって左手はな、人が多くたまりやすい場所となっておる。特にこの後演舞が始まれば本当に誘われてな、多くの者たちがやってまいる。故に今のうちに向かって右手のこの辺りに歩み出るとよく見えるわの。そうじゃそうじゃ、今のうちに動いておくのじゃ。そうじゃそうじゃ、とさ、小さなお子が、お主も武将になりたいのかな。そのようでございますか。どうだ、攻めるな、攻めるな、さあ、ということでも、なるべくみんながな、互いに良き環境で演舞を見られるようにいたしたい。よいかの。さあ、本日はな、春の日差しなかなかに強いがゆえの、気分が悪くなったらな、木陰へと歩み出るから。よーし、みなしも、よう動いた、大義である。豊臣秀吉殿、整い申した。わかった。さあ、皆の衆、準備は栄誉じゃろ。我らの縁、しかと活目せよ。大蔵、いざ決意陣。おしまして、はい、
様々な催し物が行われておりますさようにござります。例えばたくさんの屋台がござりましたり、はい、この名古屋城開園時間を延長してますゆえに夜桜を楽しむこともできます。そうなんです。まあ、そんな中でこの度は我らの演舞をご覧いただこうという次第でございます。ありがとうございます。さあ我らの演舞ご覧いただくにあたりましていくつかお約束事をしていただきたいと思います。まず一つ目でございます。この後演舞の中で武将様がかっこいい舞を舞われるところがございます。その時には皆様に手拍子をお願いしたいんでございます。そしてかっこよく決まったら拍手をお願いいたします。盛大にお願いいたします。そして写真撮影はご自由にどうぞ。かっこよく撮れたものはどんどん拡散をお願いいたします。名古屋城で名古屋おもてなし部招待の演舞ナウ。そして最後に声を出すときには皆様全員でお願いいたします。お願いいたします。さあどのようにして声を出すのかと申しますと、はい、勝ち時というものでございます。はい、勝ち時と申しますのは戦勝祈願勝ち戦を願うものでござりまして、右手の拳をえいえいおー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 と三度上げていただくものでございます。こちらを皆様と共にやってまいろうと思いますのでよろしくお願いいたします。さあそれでは皆様右の拳を上げてくださりませ。さあ右手の拳でございます。この後和之助さんが武将様となりまして皆の者勝ち時じゃそれと申しますのでその後に続きましてえいえいおと3回お願いいたします。さあそれでは参りますぞ。はい、皆の者勝ち時じゃそれえいえいおえいえいおえいえいおー、ありがとうございます。元気よくお願いいたします。お願いいたします。さあ我ら名古屋おもてなし部招待は400年前よりよみがえりし者の集団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。世は太平なれどその暮らし楽にあらず民は必死に生きております。殿様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ、故に方々は蘇る。ここはどこじゃ。陸様にございます。ここは桶狭間か。違います。ここは三方ヶ原か。違います。では都市ここは長城か。違います。ここは関ヶ原か。違います。ではどこじゃ。日の本の国平成の世の合戦場にございます。面白い皆の者殺人じゃ。おWe'll be right back.
家当主前田利家。天下のための槍となる戦なき世が来たのまで竜のごとく先陣となり進むのみよ。我こそは槍の又座会田又左衛門と知れなり。んじゃあ我慢を重ねること幾数年、最後の最後に全国を制覇した天下人徳川家康。遠き道を行くがごとし、急ぐべからず三馬の相がむしろを導かん尾張名古屋海部の祖徳川家康。はあ、この改革で百姓から天下人へ、民に愛されし戦国一の出世頭豊臣秀吉。我皆の衆ようまいった。はい、ありがとう、参上。まずは見えた者、写真を撮れー。ほれほれ、はれー、はいはいはい、おいおい、ありがとう、参上。この名古屋城はな、たくさんええものがある。まずこんな綺麗な桜じゃ。そしてな、あそこに立ってある立派な天守閣。でもな、忘れてはならんものがある。我ら武将隊じゃ。我らは毎日この名古屋城におる。写真撮影もする。なんなら人生相談もするでな。皆々相談しに来てちょうよ。そして我の連部、共に盛り上がっていく前、分かった者拍手をいたせ。ありがとう、参加。お宮たち、夢持つなら倍で愛で持ってちょうよ。このわしを見てちょ。生まれた身分なんて関係ないがね。皆の衆、わしとどえりあいめ身をまい、戦国一の出世頭、わしが太閤豊臣秀吉じゃ。はあ、皆の者、名乗りを上げよう。我ら名古屋おもてなし武将隊、今ここによみがえ。はあ、誰も考えることもなかった天下府、それが信長様の夢でございました。あれから400年、再び夢を叶えるべく我らは蘇ってまいりました。わしが信長様の夢を引き継ぎ、この国を整えたんじゃよ、の家康殿。さようにございます。源な演武、あまり聞いたことがなかろう。わしが作った言葉じゃ。武器を捨てて太平の世とする。これ皆の衆、今の時代はどうじゃ。結構結構、この時代もその精神は続いておる。ですが今もまさに戦国、大変になれど皆様も苦しい戦をよう戦っておると聞いておりまする。故に我らの話を聞け。戦国の世の我らがどう戦い、どう生きたか。今日は何の話じゃ。長篠の戦いにございます。そうか、皆の者、しかとその目に焼き付けよ。1575年、武田軍は失った領地である三河の最小枠を目指す。そして三河の国長篠城をめぐり、織田徳川連合軍3万8千と武田軍1万5千とが激突する。俗に言う長篠の戦いの開戦である。長篠の戦い、豊臣秀吉の巻。信長様に付き従い、長篠の戦いに参加した信長は
秀吉は織田軍の本陣力にて見事武田軍を抑え込む。織田徳川連合軍の勝利は確実なものとなった。じゃあか、信長殿は非常にも敗走する武田軍の殲滅を秀吉殿に言い渡したのであった。夏和之助、すぐに出陣するぞ。はっ、よろしいのですか。何がじゃ。退却する敵に追い打ちをかけるなど。それが戦じゃ。わしが断ったとて家康殿かまださかやらねばならぬ。それにわしは出世が好きだでな。こう立てればそれだけ地位が上がる。地位のために人を殺めるのですか。夏、きついこと言ってくれるな。失礼いたしました。いや、夏の言う通りじゃ。地位のために人を殺めるか。秀吉様は築城やさまざまな分野でその才を発揮なさっております。そうしたことでこれからも功を立てればよろしいのではないでしょうか。戦仕事は皆同じじゃ。城を作っても後方で戦の準備をしても結果としてはそれが人の命を奪うことになる。直接この手を汚すことと何も変わりはないがね。おつろございますな。それでもなぜ戦場に出るか分かるか。分かりませぬ。私も人を生かすためじゃ。信長様は時にごみたいなことをおっしゃる。じゃがそれは戦のないの一番の近道だがね。はよう戦のないよう作って農民が米作りに集中できるようにせないかんでな。わしはこの手を汚したことを一生忘れん。秀吉様、辛くても暗い顔しちゃいかんがね。わしらはずっと先の日の本のことを考えないかん。わしらが頑張ればこの先日の本に生きる者は笑えるんだがね。ええな。はあ、帰るぞ。橋は秀吉、火を持って武田軍を殲滅いたす。はあ、名古屋城へようこそ。我ら名古屋おもてなし武将隊は現世によみがえりし以上皆に寄り添って生きていきたいと考える。それこそが現な演武の心じゃ。共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に続かんことをここに祈る。皆の衆、負けるでにゃぞ。勝利の迷いじゃ。勝ち時をあげようまい。はあ、名古屋とここに集まりし皆々の明るい未来に向かって勝ち時じゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおお。我らはここによみがえる。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここによみがえる。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊、参る。
ったか。ユニシャンの大きな拍手を。ありがとうさんじゃ。ありがとうさんじゃ。ああ、ひねる人の。なんじゃ。満開の中この世に民が集ってくれました。そうじゃない、嬉しいことでした。もういや嬉しいの、うん、さあ我ら名古屋おもてなし部招待はこの名古屋市を世界一の観光都市にするべく400年前からよみがえったモノノフ集団じゃ、うん、そういった情報が書かれた瓦版というものをな今から神笠隊の和之助夏がぬしらのとこに行くで欲しいものは手を挙げてちょうよ。河原版渡すでな、うんうんうん、前田利家殿 おそらくは愛知県外からも観光客やってまいっておりますな。大変ございますな、うん、早速聞いてまいろう。ほうほう。さあでは我らこの名古屋おもてなし部招待の本拠地名古屋城を中心といたして東から参ったよというものを手を挙げて。東関東北信越東北よよよ北海道。北海道何かニコニコしたおなごおるな。さあそこのお主どこから参ったんじゃ。三河の国近い。この野郎話を聞い、はい、話聞いとった。三河の国から来てほしかったですな。三河の国わしの光がよう来てくれた。どうも。止めるなら止めてください。行きますぞ。待って待って待って。三河の国から来たら徳川殿の本拠地ですよ。実はこの名古屋城があるのは愛知県の中でも尾張の国と言われておった。愛知県にはもう半分が三河の国と言われ秀吉殿や利家殿が生まれたのが尾張の国、そしてわし徳川家康が生まれたのは三河の国であるな。よー、ありがとうござる、うんうんうん、それが言いたかったんじゃな。家康がおるでな。そういうことじゃな。分かった分かった。じゃ徳川殿が喜んでくれてよかったということ。よかったよかった。大事だな。さあ続いて西国諸国聞いてまいりました。東終わり終わり分かった。じゃあ西国諸国聞いてやな。さあ西国諸国関西やな、もちろん中国地方や四国や九州また沖縄も含めて、じゃあ手を挙げるよ。さあさあさあ、あそこにワッパが。太鼓殿下。あはははワッパ、おいどこから来たのじゃ。滋賀、近江の国から。はい、ありがとうさんか。近江の国、お主が来た滋賀県長浜とは知っとるか。長浜というところは知っとる。実はな、あの長浜城というのはわしがな人生で初めて建てた城なんじゃな。で、長浜というところはわしが400年前に作ったところじゃ。それちょっと覚えとってちょな。そしてまた長浜城にも遊び行ってちょ。秀吉軍中のがおるでいうキャラでおるんじゃ、知っとる。ものすごく可愛いですね。可愛いんじゃ、そしてわしそっくり。そっくり。ああ、また秀吉君検索しといて。もう本当にこのまま言うキャラになったら、いくら似とるからといって殿下に対して秀吉君って言ったらもう我らがショス。そうです。パッとやってしまうからな、気をつけてな。そんなこと言ったらダメですな、秀吉。おい秀吉くんって言ってないのに。超えた。秀吉くんというプレーを超えた。ちなみに、ちなみに出世大名家康くんっていうのはな、去年のゆるキャラグランプリを取った。いやいや素晴らしい。そうそう、何でもくんつければいいと思うな。ちなみにこの名古屋の地には八丸くんという可愛いなマスコットキャラクターがおるでな。ぜひな、ご愛顧あれといったところですの。いやー、お二方が非常に羨ましい。確かにゆるキャラなるものになってない。利長くんというのが北陸地方にいます。それわしの息子なんじゃ。何故父上を置いといて息子に行ったのか。利家殿、お正月には黒豆というのを食べます。顔の色だけじゃ。あ、申し訳ございません。これな、あかんのじゃ。もうな、そういう話はやめよう。これ、いわゆる名古屋城焼けといって名古屋城焼けといって大変な城焼けといこのように真っ黒に。そんなんないでな。あの、太陽は平等だね。平等じゃない。名言でなくて名古屋をもてなし名古屋城が空いている限り戦を続けるということで、戦を元気に欲しくば会いに来てもらいたいといったところですな、秀吉殿。そうじゃな。さあでは、みんな会いに来てくれたということでな、せっかくじゃから我々5人がここで陣形を作るで写真を撮ってちょうよ。ありがとうさんじゃ。あれは陣形さんだいや。戻ってまいれ。さあそして南な、写真機持ってるものは今のうちに用意いたしてくれ。我らな、好きなだけ撮られてまいるからの。でも秀吉殿、まずはこちら側から撮らせてよ。今会いに行ける招待ぜひ南田拡散いたせ。
はい、夏がおらん。夏、大丈夫か。今全力でかけております。おお、大義大義、さあ走るのじゃ。そうじゃ。早い。どういうほどそんなに早くなった。大義である、よく頑張った。さあ、ではみなみな、5つ数えよう。お人を何じゃ、どっち5なのか1なのか。4 3 2 1。しまいじゃ。はい。たまにはのんびりと数を数えてみるのも良いかと思いまして。さて、真ん中参りますか。入ろう。参りましょうぞ。では参る。5 4。1、チーと間を空けて今のうちだぞ。取れるのはさ、取ってくれよ。取らないとわし手振ってしまうぞ。振っとりますと、橋枝の。さあ、これ明らかにゆっくりの5秒より長いですね。しまいじゃん。あるな、両方に出せよ、トシゲ。もちろん、頭の中で、わし、そろばん勘定昔から得意なのだ。あるな、本当に。あ、ミスティーとはしないというだけじゃん。うまいこと言いますな。さあ、参れ。5 4 3 2 1。しまいじゃ。はい。今度な、こっち行こうかな。あ、さあ、今殿下の面白き顔を見た者は今日一日幸福にあるというな。なんで4分人の間は5分そして、ね、寝だしたら悪夢に寝てくるよ。で、出ないっすよ。では参ります。5 4 3 2 1。しまいにござる。いいではにゃかわしが夢に出てくるってことは、確かに天下が夢に出てきたら明日から晴れですな。ずっと当分。ああ、そうじゃ。あれじゃ、褒めております。ありがとうさんじゃ。さあ、ではみなみな、まだ終わりじゃにゃ。実はな、これからは武将と一緒に写真撮影じゃ。よっ、まだ帰るぞ。早いぞ。よっ、大変今一生懸命入ってた。まだ帰れてないぞ。さあ、殿下参りましょう。あ、よし、では誰か設定を。わかりました。さあ、これよりは今殿下がおっしゃった通り、写真の対応をして参るが、これ好きな武将3人おるわけじゃが、所望の武将と共に写真が撮れるという国を設ける。まず、向かって右側、徳川家康の、そして真ん中、豊臣秀吉、わし、前田利家の前に一列列をなして参る。その前にじゃな、注意点が何点かあるのでよく聞いてくれ。まず優先いたすべきもの、これは年を召した者、小さなお子を連れておる家族ごと、そして、体の不自由な者、入っておる者、時間のなき者、こういった者たちを優先的に前にいたすので、それは協力いたしてくれ。さあ、では今立っておる者たち、この我らの前に列を作りたいので、一旦後ろに下がって空間を空けてくれ。